全員の脱出までにまだかかるな。連中はすぐにでも追ってくるだろう。なんとか時間稼ぎしねえとな。また俺が引きつける作戦に出るか。水臭いですぜ、将軍。ボルツ将軍の行くところなら、たとえ地獄でもお供します。俺たちにも少しはカッコつけさせてくださいよ。そもそもこの命は将軍に救ってもらった命。今度は我々が恩返しをする番です。ここは私たちに任せてください。将軍は早く飛空艇で脱出を。お前ら、俺はいい部下を持ったぜ。だが脱出するときは一緒だ。ボルツ将軍、いいか、絶対に生きて帰るんだ。おお、たとえ死地でも将軍についていきます。ボルツ、逃がさないぞ。結構遅かったじゃねえか。おかげでほとんどのやつが逃げ出せたぜ。さすが帝国四将軍と称されるだけはある。力だけではなく対処も早い。将軍、最後の飛空艇の準備が整いました。おう、わかった。そういうわけだ。お前らはおとなしく帰った方がいいぜ。くそ、遅かったか。みんな、行くぞ。リハルト様、あの飛空艇を奪いましょう。飛空艇があればラーカシアまで時間をかけずに進めますね。そっか、そうすればルイン君のお父さんも助け出すのが楽になるね。よし、ボルツ将軍を撃ち飛空艇を奪うぞ。そうはさせん。我々が将軍も飛空艇も守ってみせる。準備行くわよ。よし。ん？何かお手伝いできることありますか？ん？行くぜ。正面突破。行動スタート。行くわよ。準備完了。覚悟しなさい。準備完了。覚悟しなさい。傷が開いたか。この怪我さえなければ
大したことねえのに。将軍、言ってください。我々が全力で敵を防ぎます。すまん、頼んだぜ。お前たち完了。何かお手伝いできることありますか？ターゲットは？何かお手伝いできることありますか？私は片付けましょう。ターゲットは？勝負どころです。行動スタート。よし、勝負をつける時が来たな。行動スタート。なになに？なになに？そうだ。何かお手伝いできることありますか？大掃除の時間です。ターゲットは？なになに？ターゲットは？行動スタート。将軍は我々が守るのだ。貴様らにやらせはせん。行くぜ。行くぜ。勝負をつける時が来たな。準備完了。行動スタート。覚悟しなさい。準備完了。覚悟しなさい。来やがったか。
行動スタート。行動スタート。よし。全員攻撃。お前らバカ野郎、もう撤退したんじゃなかったのか。ボルツ将軍のために時間を稼ぎます。ターゲットはご指示ください。ターゲットは行くぜ。勝負をつける時が来たな。勝負どころです。準備完了。そうだ。行動スタート。行動スタート。準備完了。行くぜ。正面突破。ターゲットは準備完了。そうだ。行動スタート。覚悟しなさい。準備完了。それにできればよかったぜ。エマーリンク元帥、あとは頼んだ。ボルツ将軍、なかなかの強敵だった。疑いようもなく武人としても恥じぬ男でしたな。こんな時代でなけりゃ三日三晩酒を飲み交わせただろうよ。大変です。レイモンド卿を乗せた飛空艇が帝都へ輸送されやした。父上、みんな急いで船に乗れ。レイモンド卿を助け出すぞ。先ほど飛空艇を用いレイモンド卿を帝都へ護送しました。明日の夕刻には帝都へ着くかと。そうか。ご報告申し上げます。ボルツ将軍率いる部隊がラーカス残党軍と激戦の末殲滅いたしました。なんだと。ボルツはどうした。部下を飛空艇で脱出させ名誉の戦死を遂げました。ボルツ将軍が。ご苦労だった。下がってよい。はっ。
部下を逃がすため自ら盾となるか。やつらしい最後だな。惜しい男を亡くした。アルテミラー閣下、いかがなさいましょう。士気の上がった連中はすぐにでもここへ向かってくるでしょう。うん、分水嶺といったところか。ガイエル、お前は帝都へ戻り、空中要塞を受け取ってこい。はっ。あのボルツを倒した連中だ。これ以上甘く見ることはできぬ。ここに来るのを待ち、全力をもって粉砕してくれる。